はい、皆様いらっしゃいませ、こんばんは。スシローカンナでございます。それでは本日やっていきますは、世界崩壊まであと5分という壮大なゲームを遊んでいきたいと思います。5分後に隕石が衝突して地球が滅ぶなら、あなたは何をしますか？オープニング終わるなら見よっか。私の名前はリオ。魔法学校に通う16歳だよ、ピチピチだね。そして頭の上にいるのが世界一愛らしいハムスターのウラちゃんだよ。いきなりだけど私は最近憂鬱なのです。毎日毎日毎日魔法の勉強でもう頭が疲れちゃった。大丈夫だよ。それがいつか実る時が来るんだよ。ああ、学校なんて隕石がぶつかって壊れちゃえばいいのに願ったんだね、君は。緊急速報、緊急速報。ん？緊急速報ってことは空の映像が出るはずね。あ、何？皆さん、5分後に隕石がぶつかって世界は滅びます。悔いのない人生を送ってください、5分で。5分で悔いのない人生ってどうやって送ればいいの？アホ、なんでバラすね。人類みんな大パニックを起こせる。そらそうだもんな。ヒョルな。ご覧の通り、隕石が大接近です。追われちゃったよ、情報局、本当に。フェイクじゃないですよ、実物ですよ。あははははは、追われちゃったわ。は？嘘でしょ。うわあ！ああ、もう終わりなら好きな人にチューしてやる。やべえやつが出てきたぞ。やべえやつが出てきたぞ。ダイエットなんてやめよう。好きなもの食いまくってやる。そういうのでいいと思うな、私は。生きてるうちに何でも願う叶う神秘の湖探し当てたかったー。ああ、もう何を言ってもださ、寝よう。ああ、みんながやけになってる？ああ、私はどうしよう。いきなりですが、私です。アナウンス。このゲームにはセーバー存在しません。なんだと？なんだと本当だ。ない。気づかなかった。ない。下にない。一番下にないだと？8勝負で頑張ってね。任務了解。周回で、もう長いオープニングを飛ばしたい場合は、すぐ始めるを選んでね。了解。そのためにあったんだね。目標補足。攻撃開始。5分以内に悔いのない人生を送ろう。上画面の気になる部分をタッチしてね。お前。お前。ああ、もうわしの人生終わりか。都会的なおばあちゃんやって、おじさんも隕石事件でもう仕事をする気がなさそう。最後に傾くには青くんに会いたかったかも。でも都会までは1時間かかるし、間に合わないな。馬車以外で行ける方法なんて魔法があるだろう。何のための魔法少女だ。ああ、もう。こうなるお金とか気にせず好きなものを食べまくってやるわ。なんか高いものください。ああ、もう作る時間がないのでお断りいたします。ダニ。そうだよね。これどこの店でもこんな感じかも。家に何か食べ物あったかな？じゃあ、井戸関係ねえのか。看板も関係ねえ。噴水。おばあちゃんは？お嬢さん、わしの話を聞いてくれたの？あ、やべえな。どうしようか。急いでるんで。ごめんなさい。人生終わるまでやりたいことがあるんです。ほほ、そうか、残念じゃの。わしの経験から得たためになる話をしようと思ったのかの。大体こういうのって自分の自慢話なんで。そうなんですか。また今度は。バナナは？バナナの木がいっぱい。美味しそう。いくら世界滅亡といっても勝手に人の畑を荒らしちゃダメだよね。バナナ。食べたかったのかな？ごめんな。家行くか。いや、あれってな、魔法の杖あるけど、おばあちゃんからもらった杖を見つけた。魔法簡単。これ魔力制限は難しいから使いこなせないんだよね。大丈夫。フルパワーでぶっ放せば大丈夫だよ。何かの役に立つかもしれないから持っていこう。おばあちゃんからもらった杖、センキュー。選択はない。意外と時計もいじれん。寝る？なんだかもう何にもやる気起きない。いっそもう何もせずゆっくりと眠る。なんかはしよう。最後にやり残したことがあるはずよ。探しに行こう。本は関係ないでしょう。あれだ、カーソルが変わるとこがあるってことか。なるほど。キノコ関係ない。あとどこだ？あとどこだ？洗濯が気になる。あとはどこだ？魔法カンタしかない。少年は？わあ、みんななんでわーわー言ってんだろうね。あ、ねえねえ、お兄ちゃん知ってる？この先の木には秘密の道があるんだ。一本だけ木の色が違うところあるでしょ？実はあの先には女神がいるんだよ、ダニ。内緒だよ。ありがとう、少年。いい有益な情報だ。女神様！ここでもしかして、願いが叶う湖？湖のアレさん、お願いです。隕石を止めてください。丸くください。思ったよりば、あー、また来た。ここはそういうとこじゃないわよ。隕石が来てる？こうしちゃいられない。この世界線からさっさと脱出せんや。なんてやつだ。お前だけ。脱出、待ってよ。ああ、うるさい娘だね。これをやるから、どっと元気なの。あ、ジェットパック。謎の豚、ジェットパックって言うんだよ。
何？ジェットバッグってやつだよ。通販で買ったけど使い道がなくて捨てるの困ってたんだ。じゃあに。逃げやがったあいつ。ジェットバッグって何？飛ぶんだよ。お前が飛ぶんだよ。女神様？出てこない。もうダメか。都会に行く？あ、背中のものはもしかしてジェットバッグだよ。確かジェットなんだっけ？ジェットバッグだよ。ジェットバッグだよ！これを使えば都会まで一瞬で行けちゃうんだ。何それ？そんな魔法知らないよ。ジェットバッグは機械だ。このタイプはエネルギーが必要だね。ん？交差についてるのは回し車だね。ハムさえ回してもらってエネルギーが作れるぞ。何に？どれ？ハムちゃんを入れてあげよう。さあ、ハムちゃん走ってみてくれ。走ってくれないな。多分お腹空いてるから走れないっぽい。なんだ、残念だ。ジェットバッグで飛ぶところ見れると思ったのに。ひまわりの種がまだあったと。あ、家にあった。マジで。どこだ？杖だ、それ。杖だ。杖2本目。ひまわりの種を探しに来たんだから、私は。ひまわりの種。とうとうとう、やるんだ、ハムタソー。あげる。最後に何か食べたいけど、夕飯買いに行くつもりだったから、ユラちゃん以外食べ物がない。ユラちゃん最後だからたっぷりを食べ。ひまわりの種、カロリーがいくんやって、一日。へぇ、そうなんだ。最後に大好きなバナナを食べたかった。あ、行くぞ。ジェットバッグあるぞ。ジェットバッグ、ハムタン、ハムタソ、おじさんはいないから、泥棒はダメだよね。誘惑が強いから離れようって。ハムタソ、なぜだ、なぜ飛ばん、ハム太郎じゃねえ、ハム太郎ってなんだろう。え、都会に行きたかったな、ジェットバッグ、嘘だろ、おじいちゃんの話聞く？聞いてみるか。話聞くよ。どうされました？もう話を聞いてくれるのか嬉しいの。にしてもおじいさん、えらくべっぴんさんじゃいいから早く話せ。上お嬢さんみたいなべっぴんさんとよく遊んだものよ。あー、滅亡ですか。というわけで、わしはもってもてけ。過去の自慢話だったようだ。してんの？まだ続く？話を聞こう。では続けるとしようかの。ある一人の女性と婚約することだった。その女は付き合いが強くての、それはもう派手に喧嘩したものよ。まさかおじいさんから恋愛話を聞くことになるとはね。しかし最後にはわしが勝つんじゃ、わしは強いからの、ほっほっほ。彼女はギャフンと言ってた顔がたまらんかったわい。結構性格悪いな、このおじいさん。で、子供が生まれたんじゃが、これがなかなか可愛い娘での、生まれがなかなか、ヘビーでの愛情というものがよくわからんかったのじゃが、これは初めて愛情というものがわかったかもしれんの。あ、これ結構いい話。裏は悪名始めた。何？ハムスターの悪名が怖いよ、じゃなくて、どうしよう、もう終わりそうだけど、最後まで聞こう。もう最後だし、のんびり話を聞くのもいいかもね。お話、聞かせてください、おじいさん。エイジャル、あと5秒やで。他人に全く興味がなかったわしが、他人に興味を持ち出したのは、なんでここで終わるんだよ。持ち出したのは何だったんだ。おじいちゃん。ひー、何もできなかった。何の成果も得られませんでした。死は皆平等に訪れる。私たち人類は共平平等に眠る。悲しい魔法感だ。人生悔いのないように生きようね。でも悪いことはしちゃダメだよ。これも一つの人生。ジェットパックは多分あれだろう。タイミングが悪かったっていうだけやろう。だけどハムタソに来て、まずそこを悔いの人生を送るために杖を回収、一応ね。魔法カンタぐらい打てるようになるやろ、これで。で、ハムタソに、うらちゃんを食べ。一日一粒だけど今日はもうブレコだよ。で、ジェットパックをもらいに行こう。子供の話を聞かなくても、多分隕石を止めてくれって言ったら出てくるやろ。またギター、そんなところじゃないけど、隕石が来てるからジェットパックをよこせ。オッケー、ジェットパックを手に入れた。じゃあな。お前は逃げるんだろ、私たちを置いて。女神を。私たちを置いて逃げるというのか。卑怯者を。で、馬車のところの人に言えば、ん？その背中のものはもしかして、ジェットなんだっけ？ジェットパックだよ。これを使えば都会まで一瞬で行けちゃうんだ。何それ、そんな魔法知らないよ。けど、このタイプはエネルギーが必要だね。この先についてるのは回し車だね。ハムスターに回してもらってエネルギーを作れるぞ。なに？どれ、ハムちゃんを入れてあげよう。さあ、ハムちゃん、走ってみてくれ。走ってくれないんだ。あれ？お腹空いてるから。え？嘘だろ？え？
え？嘘？え？あ、持ち出さないかんかったんかな、もしかして。もうやってらんねえな、もう眠るか。眠ろう、もう何もかも忘れて寝よう。おやすみ、ウラちゃん。でもう先に寝てるね。早いね。ハムスター1日12時間から14時間ほど寝てるよ。私がひどかったらそれぐらい眠るよ。私も寝よう。寝つけないかな。もうすぐ人生終わるってね。せやせやと寝れんわ。そうだよね。こういう時は羊を数えたら寝れるんだっけ。よし、数えよう。羊が。今から白い羊と黒い怖い羊がたくさん出てきます。3秒以内に羊の数を数えてね。そういうこと始まんの。VS 羊って何？ 4。羊4。羊4。羊5、羊が6匹。羊7。羊7。黒い羊知らねえなぁ。5かな？終わっちゃった。間違えちゃったのかな。白ばっかり見てましたね。そんなもんですよね。人間そんなもん。あ、ここは天国？わぁ、ハムちゃんがいっぱい幸せだな。こうして私はハムちゃんと一緒に幸せな夢を見続けたのでした。これはこれで幸せ？まあ、眠ってるうちに気づかぬうちに終わっているのもいいんじゃないでしょうか。まだ行くよ。ジェットパックを見たいんだ、私は。私はジェットパックを見たいんだよ！杖は何に使うんだ？杖は何に使うんだ？ひまわりの種は持っていこう。持っていくことにした。かつ、行け！おい、女神ターン。女神ターン、早く、ジェットパックをよこしな。よこしな、てめえのジェットパックをよ。オッケー、ジェットパックを手に入れた。ジェットパックで通販で買えるんだね。すごいよね。私も売ってたら買おうかな。ジェットパック通販で。深夜かな？深夜の通販かな？その背中のものはもしかして来たぞ。なんだっけ？ジェットパックだよ。これを使えば高山で一瞬で行けちゃうんだ。そんな魔法知らないよ。このタイプはエネルギーが必要で回し車だろ？やってやるよ。ハムさんに回してもらってエネルギーが作れるぞ。ハムちゃんを入れてあげよう。さあ、ハムちゃん走ってみてくれ。走ってくれないな。お腹が空いてるから走れないっぽい。ちょうどひまわりの種を持ってるけど、ウラちゃん食べる？なんだ、餌を持ってるのか。なら話は早い。リオちゃん、ジェットパックを背負って。ちょっと待っ。ゴー、ウラ太郎、ウラ太郎。とうとう、走ったー。ハムスターは一晩で5から12、20キロ走れるらしい。すげえな。なんとか食べてた。このジェットパックとか、ジェットなんとか、一体何なの？そんなことで、アウくん。確かこの役所で働いていたはず。アウくん。寄られてるね。アリアさん、やめてください。いいじゃないの。もう人生終わるんだから何したってね。青くん、恋人がいたの？あ、リオさん、助けて。助けになんてひどいじゃない。こんな美女に言い寄られて嬉しいでしょ。青くんは渡さん！拳で戦おう。今はおばあちゃんの圧力があるから、なんか勝てる気がする。その晴れ女な。青くんから離れなさい。もしかして私のこと？そうよ、あなたのことよ。離れないのなら、私の炎が、魔法が火を吹くわよ。恋する乙女がそんなことぐらいでビビると思ってるのは私だって恋をしてるんだ。死んでたまるか。やれるもんならやってみなさいよ。青くんは私のものよ。いいえ、私のものよ。グレンの炎が。アリアを立ちして、炎を。ファイヤーファイヤーファイヤー、とどめー。邪魔者はいなくなったわ。怖えよ。怖え。青くん、私青くんのことが。まさか。ずっと前から好きでした。注意してください。そんないきなり。心の準備か。言ってたろうな、詩吟の。作者さんの、アイハムは嫌なことがあったらすぐに噛むよ。やばいね。痛いだよね。だよね。痛いだよ。終わっちゃったじゃん。終わっちゃった。どうすんの？愛の力で跳ね返せらんの？叫んだけど。え？声塊みたいな感じ？緊急速報！緊急速報！なんと隕石が海音波で破壊される。すげえな、こういう振動数があったんだろうな、きっと。うちらの惑星が助かったっちゅうわけや。いや、よかったね。
なんか知らないけど、リオのでかい叫び声で世界は平和になりました。よかったよかった。ほんまにハッピーエンドでいいのか。一人の女性が犠牲になったぐらいやけど。ファイヤーファイヤーファイヤーじゃなくてさ、あとなんぼって、あ、あるんだね、こうやって。あ、隠しエンドとかあるんだ。へえ。あ、達成ほぼできてるんだって。こういう風にあるんですね、エンディングリスト。これ情報までしっかりあるんだ。いやでもまあ今回は無事にね、世界を救った。私が愛の力で、愛の炎で全てを焼き尽くして、世界を救うことができました。今回はじゃあこれで終わりたいと思います。次回の動画でお会いしましょう。せい!バイバイ。愛は地球を救う。